とということで石田さんはキスシーン自体、田さんご本人はお好きですか、はい、見るのとかやるのとか演じるのとか。<laughs> 自分 ええ、まあこっ恥ずかしいよね、ええ、まあそのやるとなったら、はい、まあ,あのやるけど、ええ、やるしやってる時には恥ずかしいと思ってらんないけど、ええうん、でもまあそれをオンエアで見たりするのは嫌だよね、ええ、ああ自分は確かにそうですね、うん、なかなかこうそこら辺をうまくできないっていうところもあるんですけれど、うん、まあ皆さんはやっぱキスシーンが好きなようです, <laughs> うです <laughs> ということでどんな感じなのかいただいておりますね、はい、ありがとうございますると 風が早くなるんだってと言ってゲスこれはですね僕らの業界的には完全なタブーですねだ <laughs> ですね移しちゃダメですからね、ええ、どんなに好きな人にやられてもこれやったら別れるでしょうね <laughs> ええあ<ー>、ええ、でもでもまあええ まあでもそんなねこう相手が風邪ひいてる時に風邪をひいてもそ,それを押してでもキスしたいなんて思えるのは最初の3週間ぐらいだと思うよ、ええ、<laughs> 3週間短いか、ええ、いやでも3週間でできますかねこの風邪をひいててキスってああそう,そう例えばこの職業ついてなければいくらでもいけると思うんですうん、うん、でもこの職業であるならばそこって結構現実問題超厳しいですよね、うん、あでも そこまで、ええ、あの福山君って仕事に厳しい人だね何か何を置いても、ええ、こう仕事を中心にとる感じ 意外になんですけれど自分で責任取れる範囲のことはいくらでも無茶やるんですけど責任取れななないこととにににるる急んですまあでもそれで「風邪ひいたから仕事行けません」ってなったら大問題だからですよねそれはやっちゃいけないことなんだけどそうかでもさ彼女からしたら「それはわかるけど」 それはわかるんだけど、ええ、でも言葉だけでもいいからお前が風邪ひいていてもキスぐらいできるよって言ってほしいっていうのもあったりする、ええ、でもそれを言ったら今度は行動で示してって言うじゃないですかじゃあ石田さんそういうふうな状況になったらしますか 何ちゃんとうがいすればいいんじゃないのおーっと <laughs> その対処療法聞きますかよくわかんないけどわ <laughs> かんないけどね、えー、でもまあ今確かにこれは分かりますねあは